私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。長嶋一茂が2週連続で朝の番組を欠席、体調不良を否定した理由に憶測が飛び交う。同番組は不要との批判もあり、降板を求める声も。5日放送の番組では、司会の羽鳥慎一アナウンサーが、一茂さんは今日お休みでございます、と報告し、体調不良ではございません。むしろ体調は良いんじゃないかなと、と語り、欠席の詳しい理由を明かしませんでした。元プロ野球選手で、タレントスポーツキャスターの長嶋一茂さん56が、金曜レギュラーを務める情報番組、羽鳥慎一モーニングショー、テレビ朝日系月から金曜午前8時、を2週連続で欠席し、欠席理由も不明なことで様々な憶測が飛び交っているほか、不要論も噴出しています。2週目は代わりのコメンテーターを立てて放送したものの、なぜか欠席の理由は一切明かさず、体調不良でもないとのことでネット上では、12日の放送では2週連続の欠席をさらっと伝え、経済学者でアメリカイェール大学の成田悠補助教授が代わりにコメンテーターとして出演していました。欠席の理由は不明ながら、夏休みに入って大好きなハワイに行っているのではと予想する声が大半で、芸能界きってのハワイ好きで現地に別荘を持つ長嶋一茂さんは、年間100日ハワイで過ごすと公言し、番組の企画でもたびたびハワイを訪れています。スタッフと喧嘩でもしたのか？なんか面倒くさそうなやつだから揉めて拗ねてそう。いよいよ親父がやばいのか？どうせ夏休みでハワイに行ってんだろ。これは視聴者に対しての説明責任があるだろ。せめて戻ったら本人が話すくらいのことは言っとけよ。この時期に海外行ってんじゃねえよって言われたくないんだろ。自分のとこの不都合にはだんまりか朝日らしいな。一茂がいなくても成り立つんだから降板していいだろ。首で言い返したことも言わんし、このまま降板でいいよ。よくわかんないだけどとか言いながら、ずけずけと物を言うから大嫌い。やめたいって言ってたしな。首にするならしてくれって感じだろ。などの声が上がっています。また、長嶋一茂さんは2019年5月と7月にも、モーニングショーを突然欠席し、その際にも、羽鳥慎一アナは、体調不良ではございません、と説明するのみだったのですが、ネット上ではどうせハワイ旅行だろうとの声が上がっており、実際に復帰した際には日焼けで真っ黒になった姿を披露していました。ちなみに2017年の元旦に放送されたモーニングショーの新春特番では、長嶋一茂 in ハワイと題して、長嶋一茂さんがハワイから生中継ぎで出演していました。こうしたことから、長嶋一茂さんの番組欠席理由はハワイ旅行だろうと推測されていますが、それと同時に不要論も多く上がっていて、一茂さんはかねてから上から目線の言動や的外れなコメントなどをめぐって批判が寄せられており、番組に必要なしと感じている視聴者も少なくないようです。2週連続での理由不明の番組欠席がきっかけで、ネット上では辛辣な声も多く上がっていますが、とりあえず来週以降にどのような姿で番組に復帰するのか、欠席理由にも触れるのかどうかに注目したいですね。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。